ロック調、シンバット7回目の公開は、1958年のアメリカ合衆国の冒険ファンタジー映画。劇場公開時のタイトルは、シンバット7回目の公開であったが、後にソフト化された際に、シンドバット7回目の冒険、シンドバット7回目の公開と解題された。シンドバット3部作の最初の作品で、主役の伝説の船乗り、シンバットを、 カーウィン・マシューズが演じている。制作は、特撮の名称例ハリーハウゼン。バグダットの王子、シンバットは、チャンドラ王国との平和条約締結を終え、婚約者である、チャンドラ王国の王女、パリーサビメと共に、キトの公開中だった。食料補給のため、海ずにない島へ上陸した一行は、黒魔術師、ソクラが、怪物、サイクロプスに追われていたところを救出する。 ソクラはサイクロプスから魔法のランプを盗もうとしていたのだ。バグダットにてソクラは謎の島への再公開をシンバットに申し入れ、危険性を考えたシンバットが拒否すると、黒魔術でパリサビメを小人に変えてしまった。パリサビメを元の姿へ戻すためには、島に住む相当の巨足、ロック鳥の卵の殻が必要だとシンバットを公開へと誘うソクラ。 シンバットは仲間と死刑囚から集めた手下を連れて冒険の旅に出る。途中、死刑囚らの反乱に遭うが、なんとか島にたどり着いたシンバットはサイクロプスやドラゴン、悪の正体を表した、くらが操る骸骨剣士に阻まれつつも魔法のランプの助けもあって、ロックリの卵の殻でパリサビメを元の姿に戻す。 そして、パリサビメは、ランプの生の頼みに従い、ランプをマグマに投げ捨てる。しばらくすると、ランプの生は、ランプの呪縛を逃れ、シンバットたちの前に現れる。ありがとうございます。